皆さんこんにちは。内藤証券株スター7110より5月24日のマーケットトゥデイをお送りいたします。本日は投資調査部の北原が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比129円高の 19,742 円で取引を終えました。方向感に乏しく上値の重い展開が続いておりますけれども、再び2万円を目指していかれるのかどうか、今日はこのあたりを検証してみたいと思います。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価、足元の動向なんですが、ちょっとこのあたり十字足が続いておりまして、投資家の気迷い状態が続いております。このローソク足の十字足といいますのは、株価の始め値と終わり値が、同じということなので、方向感に乏しい展開ということになります。でこの十字足の中でも、例えばもし上髭が長かった場合には、買い勢力の方が強くて、弱含上髭が長いと、一旦はこう上に行ったんですけれども、始め値に押し戻されて、弱含みで、下髭が長ければ強含むというふうな、おおよその方向性といいますか、強弱は見れるのですが、そういったものもなく十字足が続いておりまして、方向感が出にくい展開が続いております。じゃあ今後の方向性、どちらの方向に出ているのかということで、ちょっと騰落レシオで見てみたいと思います。騰落レシオ、本日 164% まで上昇してきました。 160% 超えというのは昨年の12月15日以来のことでして、こう高値圏、過熱感のあるところまで来ております。で昨年はといいますと、この 165% をつけた後、日経平均はこの横ばいになりまして、方向感に乏しくなってしまったんですが、足元ではこのまま過熱気味というイメージでこのまま反落するのか、ちょっと明日以降の動きを見たいところなんですけれども、やはり 140% を超えてくると、どちらかというとこの逆張り指標として利益確定売りとか、そういった方向に動きやすいので、短期的には上に行きづらい展開になってきているのかなというふうな見通しができると思います。ひょっとするとこのままずるずる75日線のある19,200 円水準までの調整というのも視野に入れておいた方がよろしいかもしれません。では週足で体勢を見てみたいと思います。株価の体勢は上昇基調継続ですので、値固めをした後は再び、中長期的には上値を目指す展開になるのではないか、このように見ております。ということで、海外の株価指数はどうなっているのかということで、ちょっとドイツとニューヨークを見てみたいんですけれども、ドイツ、それからニューヨークともに2015年の5月もしくは6月高値を上回って、右肩上がりに推移しております。日経平均が2015年の6月高値、2万864円を上回れていないのとは対照的な動きをしています。ただこういった主要な株価指数が右肩上がりに上昇しているということは、マーケット全体の地合いは悪くない、このように見ることもできるのではないかと思います。では海外の投資家動向を見ていきましょう。地域別の売買動向と日経平均株価の月足です。投資家の北米、それから欧州、アジアの地域別の投資家動向、これまとめたものなんですけれども、これを見て改めて分かることは、やはり海外投資家が大きく買い越さないと日経平均というのはこう上がっていかない、こういったことが改めてデータからも分かります。ですから昨年の10月から12月にかけて大きく海外勢が買い越したときは、日経平均の月足も3ヶ月連続で陽線となりました。でまた東証一部の売買代金、それから海外投資家の週間の売買動向で見ていきたいんですけれども、海外投資家が買い越す月というのは、東証一部の売買代金、
日本人の投資家、それから S q 値で一時的に売買代金が増加した分も含めますと、1ヶ月累計で50兆円を超えてきます。で、5月はといいますと、昨日までで35兆円超の売買代金がありますので、日々2兆円できると仮定すると、今月月間ではおよそ47兆円の売買代金となります。これはというと、今年の3月の水準とおおむね同じですね。で、週間を見てみますと、5月の12日までのこれを見てみますと、5月の2週目までですね、現物は6週連続で買い越しております。で、こういった大きく買い越しているんですけども、足元の株価というのは上値が重くて一段高を追う展開には、なっておりません。やはり欧州勢の買いが、ちょっと一服したのではないか、このように見て取れます。従いまして、日経平均なんですけれども、今すぐには15年6月高値更新というのは現実味に乏しいんですけれども、例えばトランプ政権の政策実現性の実現可能性が高まってくるなどの新たな買い材料が出てくると、欧米のように15年6月高値更新となって、主要指数が揃って右肩上がりになっていくといった可能性のある試合だというふうに見て取れます。はい、ということで本日の個別銘柄をご紹介します。本日は海外投資家にも注目されている銘柄の一つ、大手化粧品メーカーの資生堂をご紹介します。はい、資生堂、こちらをご覧ください。国別の売上高比率はこのようになっておりまして、主なブランド展開としましては、高価格帯のプレステージ、百貨店ですとかカウンセリングを通して購入する商品群ですね。それからドラッグストアなどで売っているコスメティックスの、中価格帯の商品群、それからボディケアやヘアケアなどの商品群、このように分かれております。で、第一四半期の実績と今期の取り組みなんですが、第一四半期は、好調な数字を出してきました。で、その理由といいますのは、既存事業が成長していることに加えて、これまで、取り組んできたコスト構造改革の効果ですとか、これまで赤字だった中国の、中国が黒字に転換した後、さらに収益性を向上させてきたといったことなどが挙げられます。そして今期の取り組みなんですが、その高価格帯のプレステージ事業をさらに強化させて、もっと利益の得られる体制を作っております。それから買収しましたアメリカのベアエッセンシャル社、こちらの構造改革がまだ途中で、利益が上がってくるところまで行っておりませんので、ここを完結させるといったことを引き続き行っていきます。それからマーケティング投資なども積極的に行っていきまして、2020年の売上高目標に掲げている1兆円、これを目指して進んでいくといった取り組みをしていきます。株価なんですけれども、こちら上昇、緩やかな上昇基調から窓を開けて上昇しまして、上昇の加速度が増しております。で、この事業基盤の再構築の効果で、成長モメンタムに乗ってきたことが、こういった株価上昇の背景にあると考えられますけれども、まだこの効果の出ていない欧米ですね、こういったところの、利益のこの成長、この辺が具体的に見えてくると、株価のもう一段高というのも期待できるのではないか、このように考えております。はい、ご参考になりましたでしょうか。では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。